道内を拠点として社会的な課題に取り組む新興企業を支援し、活性化を後押しするプロジェクトが始まりました。今日札幌で発表されたのは、社会的な課題に取り組む新興企業、スタートアップ企業を支援するためのプロジェクト、スタートアップ北海道です。道と札幌市、北海道経済産業局の3つの行政機関が、これまで分散していたスタートアップ企業への支援を見直し、より効率的な活動を目指します。会場には鈴木知事、秋元札幌市長らが出席し、行政機関としての支援の必要性や今後の展望について語りました。北海道からスタートアップが継続的に生み出され、戦略立案や企業成長支援、こちらもチームとして取り組んでいきます。会場では北海道の強みを生かしたスタートアップの重点領域として、一次産業、食、宇宙、環境、エネルギーの3つの産業を重点的に支援する方針が示されました。来年1月には国内外から1000人規模の関係者を集めて国際会議が開かれます。